はい、始まりました。もう一つチャンネル。さあ、今回はですね、早稲田大学商学部の英語の講評を行ってみましょうね。大問が進むにつれて徐々に難しくなっていくっていう感じだったと思います。まあ、序盤はね、だいぶ優しめに作られていたけれど、後ろになったら難しい知識も出てくるとか、まあ、本文自体の構文がですね、難しくなって読みにくくなったっていう感じだと思いますね。はい、それではまず、大問1の会話。会話は優しいですね。非常に簡単だったと思いますね。最初の You're all set。もうこれで完了です。みたいなね、感じだったと思います。で、次の The workworks for me も簡単ですね。はい。それでバッチリみたいなね。まあ自分自身もよく使う表現ですね。次が、まあ多分難しいかな。fire away っていうやつですね。まあ質問とか、こう始めなってですね。shoot とかってよく言ったりしますけど、自分自身は。まあこれが一番難しいと思うんですが、まあ他のものが入らないから選べたんじゃないかな。beats me わからないよとかってね。これも出題されたことありますので、過去に会話問題でしといてください。で、まあアンケート答えてもらって、で、I see your point っていうね。はい、これもできたと思います。で、次の言い換えですね。Let's dive right in ね。もうすぐに始めようっていうのは多分いけたと思いますね。Let's start immediately ですね。で、次は I couldn't make head over tail of it ってやつですね。これまあ東大クラスとかでも説明しましたけど、表裏わかんない。全然わかんないよってやつですね。Can't understand it ってなって。で、次は Don't beat around the bush。あ、これ、英語故障でしょうで、岡崎先生解説してましたよね。遠回りして言うんじゃなくて、直接的にやってね。be direct が正解。で、次は、有名なフレーズね。do not hesitate to contact us っていうのは、これは並べ替えはできなきゃいけません。これは、どの授業でも説明したと思いますね。早稲校でも、河合塾でも説明したと思うんですけど、よく出てくる表現ですね。だから、言い換えとして、feel free to do っていうのがあるので、だから引っ掛けに feel がいるわけですよ。はい、続いて、大問2。多言語話者。まあ、よく出るトピックですね。TF 問題。最初の T は1文目ですよね。一言語喋る人の方が実は少ないんだっていうね、いう話。で、次のテストが字が書いてあって、その字が別の色で書いてあるやつですよね。で、例えば赤色でブルーって書いてあったとしてね。じゃあブルーじゃなくてレッドって言わなきゃいけないとかって、ね、ああいうテスト。で、次がディメンシアっていうのが、バイリンガルの方が遅く出るっていうのは、まあよく言われることですね。これ、東大のリスニングの教材に入れた気がするんですけど、逆ですね。で、モノリンガルグループっていうのが、エデュケーション。あ、これは書いてありましたね。次が、エクザクトファクターズは分かってないんですよね。だから F。空所補充は this って書いてあるので、this superiority っていうのは入れられないといけませんね。bilinguals perform better っていうのが前の文に書いてありました。で、次は for the sake of the sake。で、これがほら、もう早稲校の授業でも、河合の授業でも言った、なぜか知らないけど、at least はめちゃくちゃよく出題される。なんでかわからない。こんな簡単な表現なのに、毎年のように総計で出題されるよって言ったやつです。また今年も出ましたね。で、次が、in contrast は簡単ですね。モノリンガルの人とバイリンガルの人を対比してるので一発でできる。で、次、indigenous は native って、これはまあ知ってていいですね。知識でいける。で、次、confer を知らなくても、後ろに A to B の形取ってるので、ああ、これも与えるだ、ギブだっていうのは分かってほしいですね。次の並べ替え問題。これはね、並べ替えというか、回答用紙がないと、何とも言えないんですよね。穴を埋めていくやつなんで。まあ、リードライブズ、リード、あ、なんとかライフとかってね、よく出てくるので、まあ、そこがポイントかな。カウンターパーツはね、非常によく出てきますよね。次、意味の近いものを選びなさい。トゥイッシュ、二つの問題点ですね。はい。バイリンガルの方がボキャブラリーが少なくて、思い出すのに時間かかるって書いてありましたから、まあ、そのままいけると。で、次がタイトルとして、まあ、ディメンシアっていうのを遅らせるのかっていうの。まあ、これしかないでしょう。あんま好きじゃないですよ。タイトルとして。まあ、でももうこれしかないからね。続いて、大問3ですね。まあ、少子化ですよね。まあ、しょっちゅう出てくるポイントであって、まあ、背景知識講座でちょっと取ってはいるんですけど、まだ出せてませんが、はい、人口については本当によく出ますよね。TF 問題の1、アメリカコンスタントって書いてありますけど、2倍になったって書いてありましたよね。ね、30年前の2倍って書いてあるから違うでしょ。で、2は、はい、ドイツのポリシーとかね、載ってましたし、3番は、母親と書いてますけど、父親もですよね、これね。だから間違ってる。で、4は、アンニーコージェンダーローズになっちゃって、はい、書いてあって、で、5番は The Lower って書いてあるんだけど、女性が働いているけどバースレートが高い国もあるって書いてありましたから、が間違ってますね。で、続いて言い換え問題。Threaten ね。まあ、よく出ますよね。Threat とか Threaten ってしょっちゅう聞かれますよね。まあ、この文脈では、well, Limits がぴったりですね。まあ、マイナスの意味だろうっていうのでね、考えれば BCD だったらなんか良くなっちゃう。これダメだなっていうのはわかると思います。まあ、次、Instructive。これもね、押さえておきましょう。Informative が言い換えですけど、これ授業で言うのはあれですね。Informative、Instructive、Useful で覚えとけと。インフォーマティブ、インストラクティブって日本語になんかぴったり当てはまるのがないから、情報が役立つものだっていうふうに覚えておきなさいって言ってですね、これトイックよく出るん
ですよ。次、インセンティブ。これ高校生の授業かな、すごく詳しく説明しても。インセンティブって言うけど、あと2世でも言ったかな、日本語で使うんだけどよく分かってない人が多いと。こうやる気出させるものだよって言ったやつですよ。だからエンカレッジメントを選べなきゃいけないですね。で、次がレジスタンスで、あ、後ろに2あったよね、確かね。ね、何かに反抗するとか対抗するっていう時、後ろ2来ることありますよっていうのは授業でやってますね。次、アットステーク。これもやりました。めっちゃ出るからって言ったやつですよ。アットリスクとかね、インペリオとかね、総計で出るあの危険系は並べて解説しましたね。次は出す。これはだって話の流れ変わってないですから、因果関係でいけるでしょ。2が知識問題としては一番難しいかなと思った、フォーゴーっていうね、断念するってやつなんですけど、英検だったか英単語検定かなんか勉強してる時に学んだ単語ですが、辞書によっては先行するとかしか載ってないらしいんで、難しいんですよ。難しい単語勉強した時に自分はやったんで、これね。まあ、後が違うっていうのでね、判断してもいいかなと思うね。A とか B とか真逆じゃん、これ。without の後ろいいこと置いちゃったら逆になっちゃいますからね。続いて並べ替えですね。あ、what is needed to とかね、この辺ができたりとか、あとはまあ、keep 何々 from とかね、ポイントでしょうね。で、A を埋めるのに適切なものは D がまあ、バッチリですね。まあ、もちろん消去法でこの A 絶対違う、B 絶対違う、C なんでカレッジエデュケーションやねって消してやっても構わないですね。家庭の中だけで OK みたいな状況じゃなくて、ちゃんとね、働いても OK みたいなのをね、やらないといけないわけですよ。で、だから3番に、お、1問、難しいのが来たなっていう感じで、4、5が文章のレベルが上がりますね。コンシューマーデータですね。まあこれよく出るトピックですね。そのプライバシーの問題っていうのはしょっちゅう出題されますね。何度も出てるよね。で、よく言われることっていうのは、そのコンシューマーデータ集めちゃってプライバシーの侵害的になっちゃうと評価が下がっちゃうんだよ。ちゃんとそういうことをやってるところっていうのは評価が高くなるっていうふうに思われてると。それが B。でもそれだけじゃないんですよね。カスタマーのデータを集めてる方が顧客に満足のいくようなサービスが提供できるっていうね。そういったポイントがあるんだよっていう話でした。で、2番が、あ、スプレマス書いてあった B ね、この優位とかね、支配権とか、これは難しかったじゃないかなと思う。で、最後のこの3つ目の2 competing views っていうのがまさにね、 C のやつがそうですよね。 strict data privacy policy っていうのが reduce firms profitability だから下がっちゃうわけですよ。でもいらないデータまで集めちゃうとよろしくないよっつってるわけね。次の言い換え、 paradox よく出ますね。これ昔からすごい出題されるよね。 contradiction ですね。はい、総計で何度も出ますね。次の put another way はできなきゃダメですね。はい、言い換えるわけですから、 in other words はいける。で、次が空所補助。on the one hand、 これ難しいと思うね。構文が長いじゃないですか、後ろとか。だから何のこと言ってんのかなってなりそうですよね。しかも on the other hand じゃなくて on the one hand の方なんでね、同じような意味ですけど一方でってやつね。さっき言ったやつですね。あのデータ集めてないと逆によろしくない状態になっちゃうよってね。で、次 according to はいけたと思いますね。で、3番の complying with、 後ろにルールが来るから、今回 regulations っていう風になってて、で、次の長文中に compliance with で出てきてますよね。で、次が instead、 ここに副詞が入るって分かんなきゃダメですね。ざっと説2つあって、ね、そうではなくって入れれば OK です。次ダイナミック、また答えになってますね。どっちだっけ、文化構想の答えになってたよね。まあ今回は not stationary but だから、もう絶対これは逆だから、ダイナミックも選択肢見る前からダイナミック入るなって分かった。で、全体のトピック、まあ competing views ですからね、明らかにこれがトピックです。はい、そして最後の大本ですね。読みづらかったんじゃないかなとちょっと思いますが、はい、コロナの話ですね。今の日本にも非常に重要なポイントになってますけども、最初が behavioral science っていうのがあって、それが D、 そうですね、クアランティーンが長くなるとね、だんだんやらなくなっちゃうとか、やる気がなくなっちゃうとか、まあ、まさに日本だってそうですね。緊急事態宣言なんて長くしたらすればするほどみんな全然ちゃんとやらなくなっちゃいますよね。クアランティーンなんていうのは本当にこれから来年度の優勝もいっぱい出てくる単語だと思いますよ。次2番はボーダムだけ出てなかったね。ファティーグね、疲れるとかロンディとかストレスは書いてあったから、これは楽だったと思います。3番クアランティーンがうまくいくためには B のやつね、リーズンのやつがラショナルって本文確か書いてあったよね。で、次が4番が equality is important と、まあ、まさにそうですよ。ここが大変なところなんですよね、日本でも本当。はい、次が compliance ですね。さっき言った compliance が出てきたから、はい、compliance と相性がいいのはまさに greater ですね。あ、ミーガーのスペルがイギリスですね。で、ただまあちょっと難しいよね、この down the line とか後ろに書いてあるね、一定期間こう経過した後とかっていう表現が出てたりとか、まあ悩んだかなと思うね。構文が難しくなってるので、今週有力したからちょっと重要な時はガッと厳しくやらしてねみたいなね。次は文法ですね。 recommending は選べなきゃいけません。文法で取れる問題は解けなきゃいけない。3番、これもそのまま thus できてるから、前がちゃんと前に書いてあることを言い換えてるものが clarity and certainty ですね。やっぱりね、ちゃんといつまでかってね、はっきりと説明する
することって大事ですよね。次4番。これはもう、アンレスが入るって分かってましたね。もう文表明は。それはすぐに分かる。あ、でも、ティックが難しいんだよ、こうね。TikTok じゃないですけど、こう、チェックマークこうつけてる。ね、日本だとほら、正解の時、丸じゃないですか。バッテも、こうやってつけるよね。ヤンチムとの、早稲田の理工の動画でも、ヤンチムちゃんと正解したやつに、こうやってつけてましたね。これらがなかったら、みんなやらないんですよ。いいか、トランスミッション、スプレーディング。これは簡単ですね。ミッドは送るだ。アンビバレンス。これも何度か問われたことがありますね、総計では。ただまあ、現代文とかでも出てきますし、知らなきゃいけない表現です。mixed feelings。この mixed feelings っていうね、言い方も実は英作文で使ったりします。次の factor in は難しいと思う。ただまあ、消去法でいけるかなと思うね。その要因の一つとして含めるっていうので、include なんですよ。そう、factor 動詞で出てきたりするんですよ。これは難しい問題だと思いますね。だからこの factor と forego が難しいんじゃないかなと思った。で、次、意味の近いものを選びなさい。those two things だからまた代名詞指示してね。だ心配であるっていうことと、犠牲。やつね、まあ当たり前ですけどね、心配であればあるほど従うじゃないですか。心配じゃなかったら逆に従わないですよね。みんなそうなってますね。日本でもそうじゃないですか。若者たちがかかってもどうせ軽症なんだから従わなくていいんだよっていう風になっちゃってるわ。ということでした。まあ全体的にはやはり総計の中では優しめなんですが、ちょっと後半のね2つが構文とか難しいのもあったので読みにくくなってたんじゃないかなと思いますね。でも取れてほしいという感じになります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.